かせこんばんは。はい、こんばんちゃん、今夜のゲストをご紹介します。チボ株式会社代表取締役中井正嗣さんです。こんばんは。お願いします。はい、よろしくお願いします。ね、今日僕楽しみてたんですよ、はい、ね、昔からね、チボにはよく行かせてもらってて、好きだったんで。大好きです。僕いつも言ったらプレジデント志望というお店だったんですけどね、はい、全部プレジデントがついてるわけじゃないんですよね。あれ全部と言いますと、全ての店がプレジデント志望という、違います、はい、プレジデントは一番高級ランクの。そうです。へ、普通の一般のお好み焼きからスタートして、はい、そしてプレジデント、今新しいのでエレガンスっていう志望エレガンス、女性をターゲットにしたようなお店があるんですけどね。へ、内容が変わってるんですか。ちょっとコース、まあ、はい、プレジデントもコースですけども、うん、コースで、まあ、ちょっとリーズブラル。へえ、一番最初にね、そのプレジデント、ね、僕新地の店貸してもらったんですけど、思ったのは、そのお好み焼き屋さんっていうとね、まあ正直汚い、はい、ガチャガチャした、まあ、おばちゃんとかがね作ってるイメージがあったのが、もう本当に女の子と行けるようなすごいこう立派な、ね、お店で、はい、すごいそのお好み焼き屋っていうのがね、こんなになるんだと思って最初本当感動したことありますけどね。これは国内初なんですけども、中井社長があれ考えられたんですか。考えたっていうよりも、そうですね、私もともとそれまでコックしてたんですね、はい、西洋料理、でたまたまおじいちゃんとおばあちゃんと全くの他人ですけどやっておられたお好み焼き屋さんを後を受け継がないかっていう、はい、そんな話があって嫌だっていう、嫌だ、はい、で私はまあコックですからね、うん、お好み焼き、かっこ悪い、嫌だ、ね、確かにね、はい、嫌だっていう、でも仕方なくこうさせられるんですけども、はい、私は経営者ですね、はい、経営者ですらお好み焼きに携わること恥ずかしい、かっこ悪いと思ってるから、はい、そこに働く従業員はもっと恥ずかしい、かっこ悪い、はい、だからちょっとかっこいいお好み焼き屋さんをしたい、はい、かっこいい会社になりたい、はい、これが今のチボを作っていくんですね。ですからよく好きこそものの上手なれって言われるんですが、はい、嫌だからこそ改革ができたっていうのがあるんですね。でも最初ね、そのお好み焼きって言っても安いって意味でしょ、庶民のためにね、はい、でそこでそのプレゼントチボだと悲しますよね、あの値段を取るっていうのはその周りから言うと、大丈夫かと、はい、普通思うと思うんですけどね、言われませんでした。先生お越しいただいてるんですね、なぜ来られるんです。いや、やっぱりね、お好み好きなんですけどね、まあ、女の子できないですよね、まず一つはね、それからもう一つはお好み焼き以外にもいろんなメニューもあって、そうですね、楽しみますよね。実はプレジデント志望で、ステーキを食べると、ステーキハウスで食べる半額で食べられるんですね。ですよね、少々お安いですよね、ですからお好み焼きは一般であれば、まあ、700円800円が、あそこでは1300円ですから、ところが中身の具が違うんですね、なんかすごいですよね、ネギとか伊勢海老とネギ一つにしたかってネギにしても九条ネギとか京都のね、はい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 、ちょっとやっぱりこだわってるんですけども、あんまりそういうのは前面に出すのもいかがなもんかと思って捨ててますけども、豚でも鹿児島の黒豚とか、やっぱり質が違うんですね、材料が違いますから。あそこに一番最初どこで出されたんですか、その今の千日前です。千日前、大衆の町。でも最初やるとき不安じゃなかったですか。だって今までのお米と全然意味違うでしょ。最初からはそんな高級な店やってませんから、普通の一般のお店ですけども、でも寄せよりも50円ですかね、その当時お好み焼き豚玉が400円、チボは450円からスタートしましたから、だからあの当時イカのゲソを使っておられましたですけど、あるいはスルメイカとか、でものっけから私どもはモンゴイカ使いましたから、というような豚でも、バラを使ってられましたけども、私どもはロースを使いましたから、それは私コックしてたから、そういういろんな材料に関してこだわれたんですね。ちなみに今何店舗ぐらいあるんですか。今、63店舗です、はいはい、たまたま言うか、そんなん私も目指してなかったんですけどね、最初千日前本店1個出した時に5人の従業員がおって、5軒の店出そうでっていう、で5軒の店ができ、なんかあれよあれの
間に振り返ったらそうなってたという。もう今はどこどこなんで、関西以外のはもう東京、北海道から九州まで、はい、沖縄はないんですけど、それからハワイ、あ、海外も、はい、海外、ハワイはまあ日系人多いですかね、海外の子だとお好み焼き食べるのどう思われるんですかね。別にいいでしょうね、うん、あのお好み焼きっていうのはメリケンコ、うん、メリケンコですね、うん、それからソースですね、うん、それから鰹節ですね、はい、青のり、はい、それからチーズ、はい、餅、はい、キムチ、はい、からし、はい、これ何料理です確かにそうですね、洋食でもあるような和食でもあるような、また、うん、中国料理でもありそう、韓国料理でもありそう、つまり和食とか洋食じゃなくって日本食なんですね、うん、ですから、あ、そうなんやと思った時に、はい、内装、お店の作る内装も、うん、中華のような店もあるし、はい、洋風の店もあるし、純和風の店もあるし、うん、さて引き続き中井さんにお話をお伺いしたいと思います。ちょっと前半でね、最後お聞きしましたけど、はい、なんか40歳で高校が卒業されるというのは、うん、むしろ入り直されたとか、はい、いえいえ、そうじゃなくって、中学卒で社会人になってましたから、はい、で、チボをやりましたね、うん、28歳から、うん、もうお店をされたんですね、やってった、で、全国展開真っ只中だったんですけど、うん、はい、まあ、息子が3人子供おるんですね、うんうんうん、長男が受験失敗したんです。はい、その時に親父中卒でもああして元気に活躍してるやんかって、うん、で、ああ、俺の背中見て育ってたんやな、うんうん、中卒でなければわからない劣等感コンプレックス持ってるんです皆、うんうん、で、まあ、そのコンプレックスを自分のエネルギーにこう変えていくんですね、うんうん、けども今時ですから今後ぐらいはやっぱりちゃんと言ってほしい、うんうんうん、で、まあ、お店が歓楽街のど真ん中にありますね、うん、友達が夜な夜な飲みに来いって誘ってくれるんですね、うんうん、お付き合いするんですが、うん、こんなことばっかりしてよってはダメだ、自分にもちょっと枷をかけてみたい、うん、たまたま私の妹の向こうですが高校の教師をしておるもんですけど、うん、俺みたいなもんでも行ける学校あんのやろかって、うん、見つけてくれたのが、うん、大阪勝山通りにあるんですけど、うんうんうん、桃谷高等学校、大阪府立桃谷高等学校、通信制なんです。4年間レポートを出し続けながら、まあ、月水金日週4回スクーリングに通うんですね。へえ、大変ですね、仕事しながら。でだから日曜日も学校行くんですが、日曜日ともなればみんなは弁当持って学校行くんですけど、はいはい、私ベンツに乗って学校行くんです。それは一遍に話題になりました。そうですよね。そうですね、はい、今お好み焼き持って行ってって言ったら入学したのが260名、はい、1年の間に130名が退学しましたね。へえ、実際4年目に無事卒業できたのは42名という。へえ、だけどおかげさんで私がこう学校に通ったもんですから、はい、仕事終わってからこうレポート出すんですね、はいはい、ご飯食べ終わってからこうちゃぶ台でレポートをやってる、その姿を子供がずっと一緒に勉強しましたですね。だからこのことは周りに大きな影響を与えましたですね。私どもで不登校っていうのは時々こう相談に来られるんですけど、今問題になってますもんね。だけどパーフェクトにその子供は学校へ行きますね。で担任の先生があるいは保護者がどんな話されたんですかって聞かれるんですけど、はい、いや ただ私 の体験経験を話してるだけであって、私専門家ではないんで、ただなぜ37歳にして高校に行ったのか、うんうんうん、自分と同じこと、結婚した時に自分と同じことを子供しょるでええのかっていう、だからみんな分かってるんですね。不登校なんかでも病気は別ですけども、それ以外のことであればなんかやっぱ甘えてるんですかね。だけど僕は高校行ったことによって、お袋から電話かかってきた時に、まだ学校行ってんのかっていう、行ってんねん、誰の、子供さんにおりますから、誰の、俺のって言ったら、なんでなんでって、俺高校行ってへんやんか
って言った時におふくろ絶句しましたね。うん、まあ、無事卒業した時におふくろから「またすぐよう頑張ったなおめでとう」って言われた時に「お母ちゃんごめんな」嫌味で言ったんちゃうさかん許し て, って俺は学校行ってね高校行って親不孝したんだと。お前は高校行かないで親不孝すんのかっていう涙ながらに話しますけどね。そういう体験があるんですか。元受刑者の方を正社員に登用する。ええ、去年からあの本格的にスタートしたんです、いや以前にまあいくら募集しても来てくれない、うん、もうともかく猫以上の人間だったらどんなんでも来てほしい人間が来てくれたんです採用です。学歴学級成績それから身元保証人これは一切問いませんでしたね。これは今も変わらないんですけど、たまたまそういうことをよくご存知の方が山口県美祢というところに官と民と一体となった刑務所があるんです。新しくできた、ね、PFI という刑務所、はい、 はい、ね、はいはい、でそこを視察してくれないかっていうところから始まって、刑務所で募集広告出し、そして、募集したものを監視が4名選んでくれたんですかね、男子2名女子2名、それで私と総務の人事部長と2人で面談に行くんです、面接に行くんですけど90分で2人男2人採用したんですね。で去年の12月に1人は出所し、仮出所ですけど、で2人目が今年の2月にやはり仮出所、同じく6月に2人ともあの刑期満了ということで正式に社員として辞令を出したんですけど、これは実は国内初なんです。でずっと実は関西テレビ面接からずっと追っかけてくれてまして、で刑期満了した段階で、その本人の元受刑者がモザイク外れましたね。スポッと顔出ました、あるいは新聞も実名で取り上げられましたですけど、このことが元受刑者にどれほどの夢と希望を与えたか、本当は伏せてるんですね皆、伏せてるっていうことはどっかでこうバレないようにとかおどおどしてるんですね。でもボンとこう過去をぶち上げた時に、はい、でも今はこうだっていう、それによって本当は全てリセットされるんですね、まあ、いずれにしたかて、彼が近いうちに、店長になって、そして元お世話になった刑務所に行って募集かけて面接して採用するという、この辺まで関西テレビ追っかける予定にしてるんですけど、来年ぐらいもう主任になりますね。素晴らしいです。いやすごい本当ね、今日いいお話が、ね、いね、もっともっともっとお聞きしたいんですけど、番組の時間の方がなんか短すぎたみたいに申し訳ないので、またぜひ一度お呼びしますの、ね、でまたお話聞かせてください。どういたしまして、本当にありがとうございました。ありがとうございました。